五秒前、四、三。おはようございます。時刻は八時十七分です。六月二十三日の金曜日でございます。今日は沖縄の慰霊の日です。太平洋戦争末期沖縄戦犠牲者を悼む慰霊の日でございまして。 全県民の4人に1人が犠牲になったという地上戦が行われて、そして、形、え、見、ー、もない人たちが、まあ、今も眠っていると、平和の礎には新しくまたお名前が記されているということであります。まあ、平和に楽しく えー、昨日もスナックパークで1杯飲んで帰ったこの平和、えー、こういったこと、時だけっていうことではないんですけれども、やはりそういう記念日にちゃんと手を合わせるっていう、そういうことは大事かなというふうに思っております。えー、そんんな中昨日飛び込んでまいりましたののががアメリカのバイデン大統領が岸田君に 岸田さんのことをプライムミニスター、総理と言ったり、プレジデント、大統領と言ってみたり、もうかなりボケが進んでいるバイデンさんなんですけれども、ちゃんと記憶があったようですね、広島を含めて3回、軍事費上げへんかったら処置せんぞということを言って説得したんだと、たった3回で聞く総理、3回目で聞いたのか、もう1回目からビビって聞いたのか、分かりませんけれど。 最近 NATO の会議へ行ったり NATO の東京事務所を作ったりという話がありますけれども NATO の国々がそれぞれ GDP 比2%を超える軍事費を使っているということをおそらく例に挙げたんでしょうね日本が1%やそこらで言うてたら承知せんぞというふうに言ったらキャイーン と言ってアメリカの犬である自民党の岸田総裁、総理大臣が分かりましたって言って軍事費上げたんだよとまあ支持者の前ですから民主党の支持者の前なので自民党の議員の多くがまあ維新なんかでもそうですけれどもえ支持者の前だとついついぽろっと本音を言ってしまうとまあそれが外へ出て大騒ぎになるということはここに東西あるわけですけれども。 ついつい気を許して本当のことを言っちゃったんでしょうね。昨日の読売新聞オンラインに出てましたと宮崎さんに教えてもらいましてでそこから見ました。まあヤフーニュースなんかにもちょっと出てましたけれどしかし大きく取り上げられることはありませんでした。ここれはどういういとななのかかみんな知ってるから ジャニーさんはすごい演出家ですごい事務所の社長でで若い男の子をペロペロ舐めてるんだということをみんな知ってるけども言わへんというのと全く同じでしょうかみんな知ってるから日本はアメリカの犬だからそんなことをなぜ大きく報じる必要があるんですかということなんですかねええー。 一応主権国家というものであるならば、アメリカの大統領がご本と席をしたら、それだけで風邪ひいてしまうという日本でいいんでしょうかと思うんですけれどもね。はい。えーそんなことを 天禄の町か,、まあ、か,から見えることもありますし町からだけで見えないことももちろんありますが、まあ、結局そういう俯瞰的なところからそして町の現場から行ったり来たりするのが私の仕事ではないかなとジャーナリストというのもそういう仕事ではないのかなというふうに思ったりいたします。 今日の一番服は野良猫さんありがとうございます。おはようございます。7時22分に最初に反応してくださいました。秒差で川口さんありがとうございます。二番服。江金大優さん三番服でございました。今日もご視聴誠にありがとうございます。現在全世界で164億人の方にご覧いただいております。いいねが64万でございますので、どうぞポチッと高評価をお願いいたします。では、長官チェックスタートでーす。 見てよし、見てよし、こうてよし、天神橋筋商店街、天禄天子森スタジオへようこそこもさん、こもりやすのりでございます今日も元気に天禄へ出てまいりましたあの本当に田原総一郎さんが天禄へ来て言ってたのその通りですよね、えーえー、日米安保条約、アメリカが日本を守ってやるぞとまあアメリカの都合で軍隊を犯してやってるんですけども アメリカからしたら、うん、守ってやってるんやぞとで2倍にせえへんかったら守ってやれへんぞと言われてビビったんだっていうねままあまあ日本の国益にとってはそれはしゃあないことなんやということも言えるのかもしれませんけれどもはい田原さんのおっしゃった通りのことが結局バイデン、岸田の間で行われていたというわけですよねこれは本当にねもっともっと大きく報じられるべき話だと思うんですけれどもどうなんですかね。 さてそんなブツブツ怒ってることを言ってるだけではございません昨日はねすごくホッとするいいお弁当を食べまして、えーえー、お昼どうしようかなと思ってどっか食べに行こうかなと思ってうどん屋さんへ行こうと思ったんですけどもちょっとそこ閉まってましてもうひょっとしたら閉店してるのかもしれません、うん、Google 上は閉店とか開いてなくて開いてるはずやったんですけど開いてなくて。 で戻ってお肉屋さん行こうかなあ,あそこに弁当屋さんあったなあと思って角の、まあ、本当にいっちゃなんですがこぎたないお弁当屋さんがありましておばちゃんが作ってるからおいしいねんでって書いてあるようなそういうお弁当屋さんですでパッと見ましたらとんぺ焼きみたいな分厚い卵が焼いてある弁当が目につきまして何かなと思ったらオムライスって書いてありまして。 であのオムライスの、ねえー、卵ってなんか専門店行き行くほど薄いじゃないですかもうクレープみたいな。 でまあまあそれが縁やというところもありますし、まあ、中にはもっと、えー、外はパリッとはなってないけどもぴょっとナフを入れるとふわっとしたのが出てくるみたいな、まあ、そういうインスタ映えするやつもあるんですけどもう、あのー、近所の鉄板焼き屋お好み焼き屋で焼いてもうたとんぺ焼きみたいな焦げ目もついてて分厚い感じの。 もう家で、まあ、おかんが作るというよりはもう土曜日にはあの帰ってきて自分でちょっと作ろうかみたいなそういう感じの,あのオムライスだったんですよ。で見ましたら400円って書いてたんでうわ嬉しいわもうて豚汁が50円ベッドを買いまして450円で千円札で550円お釣りをもらって買って帰ってきたんですね。でここで1人で食べとったんですが。 まあちゃんと野菜も取り合っていうのであのちゃんと野菜がありましてね、まあ、冷凍のミックス野菜を、まあ、解凍してるだけなんでしょうけどでそれにあの僕はまあ使わないんですけど、まあ、ちっこいドレッシングの。うん えー、ちょっとちゃんと、あのー、蓋のついた、ね、やつに入っててフレンチドレッシングのやつがあってでもう1個なんか入っててこれ何かあみかんもついててみかんとかもねこれ、あのー、弁当屋さんとかやったらみかん1つ作るあ入れるってなるとねチェーン店やったらそんだけでコストがなんぼとかっていうことですけどもともとが400円で安くてもう分厚い卵で,でちゃんとあのチキンライスのところにはチキンもゴロンと入ってるやつでしたわ。 で、野菜もあって、みかんも、ね、お兄ちゃん、ね、もう野菜足りてへんでしょうと、ビタミン C 足りてへんでしょと、ちゃんと、ちゃんと食べなあかんでっていう気持ちがそこにこもってるじゃないですか。で、みかんも一切れあって、ええー、1かけらあってですね、で、もう一個あったんがこちらでございます。はい、あの、おサラダの横に、何、何かなと、ドレッシングでもないし、何入ってんねんなと思ったら、 キャンデーが1つありましてね、嬉しいじゃないですか、もう本当にこの,このキャンデー、まだ食べてないんですけど、あの、甘いもんも食べやっていうね、もう,いもう,いいもう何回かまあ前は通ってて、こぎだなとかな思って、1回も買うてなかったんですけど、500円のやつも600円のやつもありましたが、えー、一気にファンになりました。ここうういうちょっととしたことが いや駒さんもサービス業ですけどここまでのキーが僕は回らないんで、えーえー、会社入った新人さんがお客さんとこ打ち合わせ行くのにこの間来てくれはった時に手土産持ってきてくれはったんでこっち持ってから持っていかなくていいですかって,言って言ったんで「ああごめん俺そういうキーがほんまに回らへんから買うていこう」って言って。 でまあ、アンテリジャンさんが来るといえばこれやなっていう相手に思ってもらえるような手土産が何か決められたらええなって言って言ったりしたんですけどこういうことですよねいやそらこのあめちゃんが1個10円なのか8円で仕入れられるのか知りませんけどちょっとしたことでああんかやっぱりお弁当作ってある人の気持ちっていうのが伝わるなと、えー、そんな天禄でおりますコモさんでございます。 では今日は日経新聞を買ってまいりましてえ日経新聞180円高いですけどまあ今、朝日新聞も追いつきましたやっぱりね読むとこが多い、ほんまはこのこの日経新聞だけでもお昼までここから3時間半ずっと喋っててもええぐらいの情報量なんですけどもまあまあコンパクトにできるだけまとめていこうと思いますす今日は日日は経新聞からののヘヘッッドドラライインンででございます6月23日のヘッドラインです。 でではそのの日経新聞のトップ記事です2023年の設備投資動向調査によりますと全産業の設備投資の計画は去年より16.9%増えて31兆6322億円となっています電気自動車の需要拡大による設備投資あるいは人工知能などデジタル関連の投資も活発です 政府が発表した6月の月例経済報告によりますと景気は緩やかに回復しているのだそうです賛成の人は小さく手を挙げてくださいアメリカのバイデン大統領は訪米中のインドのモディ首相と会談防衛協力で合意する見込みです中国と対立するインドを巻き込みたいアメリカの思惑と ロシアに武器供与を頼り切りたくないインドの思惑が一致したものですエルドアン大統領が再選されたばかりのトルコが大幅な利上げに踏み切りました主要政策金利がこれまでの8.5%から15%に一気に引き上げられましたそれもそのはず消費者物価指数が39.6%にも及ぶ インフレを抑制するのが狙いです Amazon プライムに入っていらっしゃる方も多いかと思います有料会員制度についてアメリカ連邦取引委員会 FTC が登録しやすく解約しにくい仕組みが問題だと提訴しましたダークパターンと言うそうです 日本でも解約しにくい仕方を作っている悪徳大手業者も大勢います医療や介護にかかる費用が膨らんでいます今年は2023年7年後2040年には社会保険料が3割も増えると専門家が試算しています少子化対策の費用を上乗せしようとしている政府ですが このままいきますとその効果は相殺されそうです警察庁のまとめによりますと認知症による行方不明者の届け出は去年1万8709人とこの10年間で倍増していることが分かりました兵庫県が最多の2115人大阪府が2番目で1996人だそうです タタイタニック号の残骸を見に行くツアーの潜水艇が行方不明になっていましたがアメリカ沿岸警備隊によりますと潜水艇は深海で壊れていて乗っていた5人は死亡したとみられるということです感知さされれていたたとされる男は,あ音は無関係だったようです。 香港国際空港は全世界で香港行きの無料航空券50万枚を配布日本でも26日から3万8000枚以上をタダで配るということです羽田や成田、関空、福岡など国内9つの空港からキャセイパシフィック香港航空香港エキスプレスの3社で飛ぶ便の航空券だそうです 東京上野駅に人手不足を解消しようと設置されたセルフ駅そばのロボット最短90秒で出来立てのそばを提供してくれると今月20日に稼働し始めたところでしたがロボットが過労で倒れすぐに閉店してしまっています上野労働基準監督署が関心を寄せているとかいないとか プレ野球交流戦借金3で終えた阪神タイガース今日から横浜スタジアムで2.5ゲーム差の2位 DeNA との3連戦です去年からここでは10連敗中の阪神岡田監督横浜はイニング間のイベントが長すぎると文句をつけていました以上6月23日金曜日朝刊チェックヘッドラインでした 時刻は8時33分となっておりますさあ,あ今のところどうでしょうか先ほどよりは増えてますかね全世界で212億人の方がご覧でございますありがとうございますだいたい長官チェックはね7対3で男の人が多くて えーまあ、場合によってはもう、そうですね、75%、えー、どんだけおっさんに好かれとんねん、コモさんはと、えー、女性はコモさん、人気ないんかなと思ってたんですけど、この間、火曜日に公開しました、タモさんとの広瀬良子さんたちのやつ、これがまあ、いつも見られてるのの10倍ぐらい見られてましてね。えー それをきっかけにチャンネル登録してくださった方も100人以上いらっしゃってもうまもなく1万7000人にチャンネル登録がなろうかとしているんですがパッと統計を見ましたらこれが7対3で女の人が見てあってまあ新規の方リピーターでない方はもまあ多い動画だったんですけれども女の人の方がああこの問題やっぱり。 関心を持っっててククリックしてはったのかとうーんあなるほどねとまあ分かったような分からんような女心の分からないこもさんなんですが、えー、そんなこもさんが日経新聞を読みますのでますます分からないかもしれませんけどどうぞついてきてくださいませまず設備投資最高31兆円という多分一般の方には全く興味のないことを日経新聞は書いているんだと思いますがこれがまあ 景気あるいは給料とかにもつながっていく話なんだよというふうにどこかで思ってみていただければと思います。日本経済新聞社がまとめました2023年の設備投資動向調査全産業の設備投資の計画額は前年度に比べの実績に比べて16.9%増。 当初計画ベースで初めて30兆円を超えて31兆6322億円となりました電気自動車の世界的な需要拡大で自動車関連の投資が活発これはまあ、えー、エンジン車の化石燃料のものとはまた違う部品とかっていうことが必要になってまいりますからねえそしてまあ当然新車を出しますとさまざまなプレス機なども必要です 人手不足の中で AI ・人工知能など生産性を向上させるデジタル分野での投資も目立つということでございます。この31兆円余りの中で、トヨタ自動車だけで1兆8600億円、えー、だそうでございます。パナソニックは、2.3倍の7000億円を計画。 そのうち半分を電気自動車向けの電池の増産などに充てると個別で最も多かったのは NTT 前年度実績7.4%増の2兆円でしたとそのうち1兆円はデータセンターなどの成長分野に充てるということなのでまああのー コロナが収束していってであの会社へ来なさいよとリモートだけではだめですよっていうことを言う会社のニュースもちらっと出ておりましたけれど NTT は、えー、もうねもう、京阪電車とかがもう泣いて起こると思いますけども,もう会社に込んでええと家で仕事できるようにっていうのをなんとか広げようとしていますよねどっちに行きますかね。 電気自動車についても、いやいや、やっぱり電気だけではあかんでという声もありながら、 まあ今、日本の中でも大きく電気自動車にシフトという話はありますしまあそのね自家用車なのか商用車なのかそれも10トントラックなのかどうなのかね年間何十万キロも走る車なのか言ったって近所のースーパーまで行ったり駅まで送り迎えしたり雨の日だけ使ったりっていう車とでは当然ね違ってくるんですけども。 しかしまあ、そんだけ設備投資があー、その、活発であるという感覚を、皆様、えーえー、どう、どうお考えでしょうかね、えー。ちょっとお待ちください。ちょっと、LINE の返信だけいたします。 LINE、はい、ししではなくて会社の連絡でございました、スラックでございました。はいえー、で、他にも、ねえー、とこちら13面には交通関係ですね、JR 東日本も33%増やす、えー、日本航空、まあ、まあ飛行機とかそんなこともあるんで、えー、行き交うとまあてる、そんなんも設備投資に入るんかな、8割増と。 出ておりますね鉄道空運成長投資に勢いと、ただまあまあコロナ明けて、従来のビジネスモデルではねどうかっていうところなんで、うん、新しい時代をどう見るのかっていうところは、面白いところですよね、うん、僕はもちろんそんな大きな商売したこともないですし、する気もないですけれども。 時代が大きくく変わっていいるののをどう呼んでいくのかそれがハマって「よっしゃ売れてるぞ」っていう感覚あるいはいや感かんかったなあいうまあそれは絶対両方あると思うんですけどもビジネスとしては面白い時代が来てるなあというふうには思いますね。時刻は8時39分でございます。 そそうそうだから、4月に新しい年度が始まって、そろそろあの新しい体制でのでまあ株主総会も終わって、新体制でっていうのはね、放送局なんかもそういうところですよね、新しい人事が多分出てて、不満に思ってらっしゃる方も、思わぬ人事になったっていう人も、いろいろあろうかと思いますが。 頑張りましょうねえー、えー、そのね責任を新たに持つっていう人らはあるいは上の人らがいなくなって自由にできるようになったっていう社長さんとかね、いてありますよね、うんあの思い切ってやりましょうね、どうせ失敗したかって命まで取られませんからね、会社が潰れるだけで済みますから。ああ あほんでも,うもっと下の人らは、あなたが失敗したからって言って、まあ、会社は潰れませんから、思ったように頑張ってください。で、まあ、思ったような、自分が思ったような人事になれへんかった人たち、それはまあ、そういうこともありますわな、そゃそらそだと思いますわ。ぶ、えー、たれずに、えー、与えられたところで花開いてくださいね、えー、ちょうどまあそんな時期なんかなと思いますけれどもね、8時41分になろうとしています。 そして月例経済報告によりますとと、えー、日経新聞はあごめんでしたか、うん、景気は緩やかに回復しているということだそうでございます。まあ、その実感というか、えー、物価が上がってるなという実感は当然ございますけれど、景気が緩やかに回復しているんだという実感はなかなかないですが、えー、まあまあ、そうかな、まあ、天録でいうと、 あのえー、外国人がもう爆上がりですね。ええー。昨日も外国人来られてましたね。うんでまだまあ中国本土の人が入ってきてないんですけれども中国語圏の人はいますしあとまあ英語とかイタリア語とかいろんな人たちが来られてますのでね最近駒さんにしまってますねって電録よく言われるんです。そううなんですもも長官チェック終わったら今日も えー、京都へあの収録機材持っていまいりますんでいない,いんですけど、うん、もったいないですからねここね,ね,えねえ誰かなんか商売します一緒にね、うん、特に外国人向けのなんかしたいなと思っておりますが。えー 総括として緩やかに回復しているそのまま、個人消費は持ち直しているでそのまま、設備投資も持ち直しているでそのまま、輸出は底堅い動きとなっているでそのまま、生産は持ち直しの兆しが見られるというそのまま、そして雇用情勢については改善の動きが見られるということで、こちらを上向きにしております。 企業収益総じてみれば緩やかに改善と表現が変わっているようであります春闘の賃上げ率1日時点で3.66%と30年ぶりの高水準ということです、えー、給料30万円として3.66%で1万円上がりましたっていうことですからねいや、まあ、私も出す方の側なんで 投資、えーねえー、金庫の中から出していくわけですけれどもまあね1万円上げてあげられたらそれはまあこっちとしてはそれで年間ね、えー、1人当たりで言うと、えー、12万では済まへんわけでボーナスにも連動しますからなんですけども。 一生懸命頑張って1万円あげたって思ってももらう方からしたら手取りで言うと何千円のことなんでまあ一回飲みに行く分増えたかないう程度ですもんね本当にねしっかり稼いでしっかり払わないといけませんねもうねどうしましょう皆さん頑張りましょう時刻は8時44分になろうとしています バイデン大統領が支持者の前で失言というか本音を言ったというのは冒頭でもお伝えをいたしました日本に軍事費を増やせと言ったのは私が、えー、岸田君を説得したからだという話ですでインドのモディ首相が訪米中でありましてホワイトハウスで会談をいたしました防衛協力で合意する見込みと、まあ、これは新聞の締め切りの段階での話なので合意しているかと思いますがえー アメリカとしましては、まあ、イ,ンドインドと一緒になってですねインドは中印、国境を接しておりまして、まあ、仲は悪いですからそれをなんとか、うん、一緒になって中国を叩きましょうとでインドとしましてはソ連の時から武器を供与してもらったりしておりました。 えー、それがしかし、まあ、今後ロシアがウクライナの戦争の中でですね、えー、国際的にはどんどん孤立していって同盟、えー、国であったようなところからも、まあ、多分心離れられていくでしょうしかも、まあ、経済も軍事も消耗をしているという中でアメリカと組んどいた方がええわという敵の敵が味方ということですね。両国の思惑が一致したと いうお話かと思います。8時45分、えー、トルコの利上げというのがあ一面に出ておりました。エルドアン大統領が再選されたばかり、中央銀行の総裁もまあね首切ったりなんやっていうの動きがこれまでもあったようですが。 大幅な利利上げです主要政策金利、まあ、日本でもバブルの時に普通預金してたらそれで金利が6%台ありましたからええ <laughs> 100万円預けてたら6万円普通預金で利息があったんですからね何かの何かの表紙に1億円持ってたら普通預金に入れてるだけで600万円。 毎月50万ずつ小遣いあるっていうそういう時代がもう今の人に言ったらもうぶっ飛びますよね。ATM の手数料の方が高くてね1100円コモさんに振り込も思ったら990円もう <laughs> 振り込み手数料取られる三菱 UFJ ですからねそう思ったら今の低金利びっくりしますけど。 まあもちろん為替の問題がありますし物価上昇があるからなんですが政策金利が8.5%から15%に一気に引き上げますとつまり金利を上げるとまあお金の流れが緩やかになりますインフレが抑制されますっていうのがまあ単純な,単純なその経済の原則でありますがまあこれまでをまあ思ってたよりも低くしてたっていうことなんでしょうけれどもね。 えー、15に上げるんだそうですじゃあ、まあ、トルコリラを持ってたらいいのかというと、まあ、結局トルコリラの価値が、えー、どんどん下がっていくということなので今、日本株が買われているというのも、まあ、昨日も株価は上がっておりましたが、ね、3万円からもう3万4000円近くまで今いってます、こんなん、ほんまに海外の人が円が安いから買うてるだけの話ですから昨日も昨日は産経新聞コースなんかな。 えー、日本株が今、注目世界が注目してます言うて、なんか儲かるぞみたいなこと、今、今買い時やみたいなこと書いてる本がありましたが、あんな絶対信用したらだめですからね、今、円が安いから買うてはるだけですからねで、あんな人らはめっちゃ大きいお金を動かして、めっちゃ短期的にあの入れて、で儲けたら、もうさっと逃げていきありますからね、<laughs> 本当にもう、もうこんな時に株買うなんて、もうありえない。 どこだとの局面だと僕は思っておりますけど、いやまだまだいけると思う人はどうぞ買っていただければいいですが、なんとトルコの消費者物価指数39.6%、これもう平均して消費者物価指数で4割上がってるっていうことは、まあ、我々の感覚でもマクドナルドが2割、3割上がってるって思うのが、実際消費者物価指数で言うたら2、2%やの、3%やのっていうところなので。 ね、この間まで120円やったコロッケが150円になってたりするような消費者の肌,消費者肌感覚物価指数でいうと、えー、今の日本の 2%3% っていうのは 20%30% 上がってる感じ、まあ、それは1年なのか23年なのかは別としてそのぐらいの 単位でいうと2割3割上がっているとものによっては5割上がっているっていうのが消費者肌感覚物価指数だと思うんですけどトルコはその、うん、政府が調べている消費者物価指数が39.6%の上昇政府がし全部全部学習塾から何から全部入れてまあ学習塾入っていくるのか知りませんけどそれで4割ですから。 もう多分卵の値段とか2倍とかに鶏肉の値段鶏肉の方が安いから、まあ、トルコの人はどう,どうなのか知りませんがあー、ね、牛肉なんてよう買いません豚肉もまだもう高いですまだまだまだ鶏肉の方が安いっていう消費者肌感覚物価指数だと思うんですけどもうきっと倍ぐらいになってるんでしょうね,ねえほんでドル建てで考えたら資産は目減りしますし っていうそんなことだそうですよ、まあ。昨日デンマークの話しましたけどねこっちから言うと大体あっちの方でだいたいあっちの方でその辺の人らなんですけども国によって全然違いますな。8時49分から50分になろうとしております。さて Amazon プライム Amazon でお買い物をしますが会員になっていると、えー 送料が無料になりますよとか、あるいはアマゾンプライム会員ならばあ動画が見られますよと、ネットフリックスでも見られるようなものもありますが、アマゾンプライム独占配信というようなことで、えー、まっちゃんが宣伝してたりしますよね。アマゾンプライムに的を絞って、FTC= アメリカ取引連邦取引委員会。うん 独、えー、ッ法とかそんなんを扱うようなそういうところだと思いますがシリコンバレー発山田亮太郎特派員でございます FTC はアメリカ Amazon.com の競争力の源泉である有料会員制度プライムに切り込みました顧客を騙して登録させようとしたほか解約手続きも複雑だ と指摘をしておりますアマゾンはそんなことはないというふうに反発をしておりますがこれ消費者肌感覚としては FTC というのはまあ政治的思惑とかもあるでしょうけれど、えー、FTC の方に私は拍手を送りたいですね。 え実はまあ僕もアマゾンプライムにまだ入っておりませんで多分家はしょっちゅうアマゾンで買い物してるんで入ってるはずですけれどもえー、あのー、僕入ってないんですよな,なんかなんかちょっと、まあ、あのマイナンバーカードじゃないですがちょっと嫌な感じがしますのででまあ解約せえへんには別に解約手続き関係ないやんちゅうことなんですけれどダークパターンと いいうので消費者を不利な決定に誘い込むつまり入らんでもいいのに定額で毎月、まあ、そんなに高いもんじゃないんですけれども、えー、入るように仕向ける。で一方出ようと思ったら出口が分からへんような迷路になるようにする、えーと。解約には4ページにわたり6回クリックが必要な仕組みを採用していました。これ イリアスという,う長期間の戦争を描いた古代ギリシャのお話でございますがそういう名前が付けられているようですけれどもできるだけ迷路に閉じ込めといて解約っていう最終決定までは生かさへんようにするということをやってたんではないかと。ア、えー、アマゾンはアマゾゾンンはで えー、こいつらやっぱりね、えー、頭ええやつらですからその腹,腹が黒いのか白いのかっちゅう話ですけれども、まあ、FTC はアマゾンは腹黒いというふうに提訴をしたわけであります、うんえー、ネット通販139ドル、まあ、日本円で今2万円ほどですが年間費を払って会員になりますと商品の翌日配送が無料になります、えー、音楽や動画配信サービスの一部も無料で楽しめる 全世界で2億人を超える人がアマゾンプライムに入っているそうです。えー、成人人口のアメリカでいうと 66%3 人に2人が入ってるみたいですね。そのサブスクリプション自体のサービスの売り上げは352億ドルですから全体のアマゾン全体でいうと7%には過ぎないんですがこれがこれが。 売上高の4割を占めるネット通販事業の競争力を支えているということですね。で、まあ、その抱え込みっちいうのは、まあ、よく言われてまして、皆さんもさまざまな会員になってらっしゃると思います。えー、コモさんもアマゾンに習いましてですね、てんこ盛りクラブというのの会員組織を作りまして、ようやく、ようやく100人になりました。ありがとうございます。えー、現在のところ、目標は1000人なんですけども。 アマゾンに比べれば本当にビビたるところではございますが、えー、コモさんを応援するというので、毎月1100円をいただいております、もうドルで言うと、何、えー、ドルですかあ、6ドルぐらいですか、えー、マクドナルド1回分にも満たない金額ではございますけれども、まあ、こうやってやらせてもらってます。で えーまあ、ほんまにありがたい話ですもうね、まあ、今ご覧になってる方の中の本当にごく一部ですからあのお金働いあの払っていただいてる皆さんにはもう本当に感謝の気持ちしかないんですけど、えーまあ、1個もちろんありがたいし増えてほしいんですけど1個あれなんはあのサブスクリプションっていうのは当然まあもう忘れてたら 毎月、ね、知らん間に、まあ、NHK の受信料じゃないですけどネット、ネットフリックスじゃないですけど、えーまあ、勝手に引き落とされていきますから、それは商売する側からすりゃありがたいんですけど、あやめようかなと思った時に、ぽっとやめられるようにだけはしとか変かったらあかんと、そこ,そこ,だ,まそこだましては、それはあかんでしょっていうのは、僕はやっぱ思います。はいえーまあ、1回だけやららててもらってあの 解約しますっっていう方もあったんで、まあ、そ会員証を作ってお送りしますんで変な話1回だけでも1ヶ月だけでも入っていただいたら会員証を作ってお届けしますんで1人いらっしゃってあのすぐ解約されたんでひょっとして間違おうて間違うてクリックして会員になってしまったんだったら返金手続きしますんでって言ったら。 違いますと、あのちゃんと意図,的意図的に1回申し込んだけれども、会員証をもらって、来月からはもうちょっとっていうんで、あのやりましたんで、間違いではありませんというやり取りを、まあまあさ、100人ぐらいやからできてる話なんですけど、私がお一人ずつにこうメールをして、確認して、分かりました、ありがとうございますって言って、送ってもらいました、まあ、郵送については、手書きのサインはしましたけど、 うちの会社の人に任せてますけれども、まあそういうことをやりました。ほんで、今。まあ、これ、ごめんなさい。会員の方だけのための話になってしまって。あの、金払う気はないわ <laughs>、ということには、なの <laughs>。あの <laughs>、<あの笑>こともないかもしれませんけども。あの、えっと、今、まあ、こないして、てんこ盛りスタジオショップで。 月決め言うてあの <laughs> ガレージじゃないですけどまあこうやって1100円もらってますん,んですね。でただ、えっと、銀行振込の人があるんで銀行振込代が高いと300円400円、まあ、三菱行ったら900円って言われるの1100円払うのになんで990円も払わなあかんねんと思われたらね残念やなと思ったんでじゃあ、ね、年会費にしてくださいって言われたんですけど実は。 えー、年単位がなかったんですよ、今、えー、ストアーズで。で、一番長いのが3ヶ月単位だったんで、まあ、それなら、まあ、月に1回振込手数料を払うより3ヶ月に1回やったら3分の1で済むので、まあ、それを作らせてもらいました。ただ そっちに乗り換えてくださいねとそっちに乗り換えたほうがお得ですよとうちに入る見入りは変わらずに、えー、振り込み手数料銀行にわざわざ落とす必要はないないって言ったら、まあ、失礼ですけどないんでしますよって言ってでちゃんと解約してくださいねと総生円があったら僕二重取りになってしまいますんで二重取りさせていただいたらこっちの方が嬉しいんですけどさっきのこのア <laughs> メちゃんじゃないですけど そのぐらいの誠意はこっちがないと、もうできるだけ解約しづらいようにしてやれっていうシステムを組んでいるシステム会社とその会社、携帯会社なんて基本そうだと思いますけどね、携帯電話会社ね、もう言ったって、もう知れたあるでしょ、もう1個、2個、3個、4個ぐらいの話でしょ、そこに紐付けされた格安のとこあるかもしれませんけど、言ったって、元締めは3つ、4つじゃないですか。 あい,つあいつらってまあ言いますけどもうできるだけ解約させへんように迷路をわざわざと作ってるでしょうほんま地獄に落ちますよ本当にそんな商売してたらちゃんとちゃんともうだから離れるって言い張ったらそれはさようならっちゅう話じゃないですかそりゃもうそんなんね しゃあないですやんそれはそうなれへんように一生懸命努力して毎日こんなやってますよとかブックエブリでやってますよとかいろいろ言うていろいろ努力するからこっちも成長するわけで一回一回契約しといたらそれであとはそのままでええー、なんて思ってるような会社がアマゾンですわ NTT ドコモですわソフトバンクですわ。 au ですわ、もう本当楽天トラベルじゃないわ、楽,楽天モバイルですわっていうようなことは、僕,僕は嫌やなと思ってるって話です。なので、あのどう今まあ、こ,こう言うて、こんなん喋ってる間に100人の会員さんが一気に解約されてしまったら、もう私、あの金額的なことよりも精神的に追い込まれてしまいますけれどもね。わ <laughs> ーってなりますけど。 いやそ,そこはね、僕は FTC の言ってることの方が正しいと思いますし、そこはもう本当に、あのなんか倫理に戻るというか、なんというか、ええ、目の前で井戸に赤ん坊が溺れてんのに、私はちょっと急ぐんでって言って、デートがあるんでって言って、通り過ぎていくような、人手なしシステムだと僕は思うんですけどね、ええ、いかがでしょうか。まもなく9時になります。うんプ プップッピー9時になりました。9時になったら9時クイズ。正解は1番でございます。では続きましてはこちらです、えー。医療や介護にかかる費用、社会保険料、これがどんどん上がりますと。えー、2040年、日経新聞、ごめんにございます。 社会保険料が3割増えるでであろううとということですまあそう,はそうですね年寄りが増えてますから、まあ、一旦増えて今後まだ減ってはいくんですけどね、えー、結局僕たちが死んでいく頃には日本の人口もそうですけど年寄りの人口も減っていくんですけれども、えー、本当にどうしますかとおそらく本音のところで言うともうこんなに えー、金くだけの年寄りはいりませんということでしょうちのおふくろねえ義、ー、理の母も含めてあの元気に長生きしてほしいですよそれはね両方とも主人は亡くなってますんでねお父ちゃんの分も長生きしてほしいですよ旅行も行ってほしいですよ、ねえー、犬と仲良くしていってほしいですよでも いやう,うちの母がっていうことではなくてもう国はそんなに金かかる人らはとっとと死んでくれって思ってるわけですよ。でまた僕は6 0人ですからその世代の人間は、えー「お前らまだ働けるんじゃから働かんかい」って言って働いてで年金もらうのなんてそんなも,うもらえるからって言ってすぐもらうなよとあと、えー、にしたら高くしてやるからって言って結,結局目先のデインを減らすことが第一で。 で働け働けまだ働け65や70や75や働けるうちは働くんじゃと働いてて給料があるんやったらその分年金は減らすぞと言って働け働け働けで医療費使わずにぽっくり死んでいけっていうのが国の本音でしょまあそこにコロナがどう絡んでくるのかとかその辺は分かりませんけれどでも基本 基本そんな気持ちでいるっていうさっきの,あのアマゾンとか携帯会社が解約なんかさせるかいって思っている悪魔の心と同じように多分国は思っとるんですよ。いや現場で働いてる人は介護は介護で医療は医療で頑張ってはんのは分かりますけど国というあ悪魔が思ってるのは何かっていうとその本質は。 とっとと年寄りは死になはれと、医療費できるだけかからんように死で死になはれと、まだ元気で働けるやつはとりあえず馬車馬のように働けるだけ働いてぽっくり死んでいけということでしょう。もう言ってしまいましたね、本当のことをね。ええ、本当のことを言ってしまいましたね。もうどうしましょう、もう。えらいことを言ってしまいましたね。ええー。 でもまあそ,うそうせえへんかったらどうしようもないですよというもう身も蓋もない話なんですけどで社会保険料とか税金とか、えー、他のやり方で少子化に対する金を多分捻出するのは難しいと、まあ、今,今,今はなんとかごまかすためのことをいろいろもごもご言うてますけれども。 え考えてへんとか言うてますけどそれはもう国鉄の値上げと一緒で値上げは全然考えぬって言ってるところから最終的には値上げに踏み切ろうになるわけですからまあ多分いずれ来るんですけど。 で社会保険料を上乗せしてやろうという案が出ていると、でまあ、それは月,月々で言うと、月々で言うと安いもんですよと、1人平均800円ですよと、いや家族全体で、ね、年間通して、それは最初はそんだけかもしれへんけど、5年後、10年後考えたら、1人当たり、もう介護保険料なんてそうですよね、今、介護保険料なんぼ取られてますかあんなん、昔なかったんですからね、い、えー、やば、まそんだけお世話になってる人がいるんですけど、それはもちろんそうなんですけど。 僕ら会社入った時介護保険料なんて引かれてなかったですからね、今、どんだけ上がっていってるかっていうね、うん、やっぱりなんか <laughs> あの、マイナンバーカードじゃない,ないですけど立ち、立ち止まって考えませんかと、えー、まあ、行き止めて3分間もいられませんけれど、行きはしててもいいですし、水も飲んでもいいですし、トイレ行きたかったら行ってもいいですけど、ちょっと立ち止まって。 考えませんかとこのまま行ったらやれことになりますよという怖い記事は一面にはなく中の方に書いてありました日経新聞です。時刻は9時4分から5分になろうとしています。さて 社会面に出ております警察庁がまとめました認知症、あるいはその疑いのある人が家からいなくなっちゃったっていうような話行方がわからないんですっていう届け出が過去10年間で倍増していますと1万8709人であったということです。 認知症に限定した統計を取り始めた2012年以降の最多を更新、毎年増加しております。調べ始めて10年でほぼ倍増となっております。高齢化が進み、行方不明になる人は今後さらに増加することが考えられると。兵庫県が最多で2115人というのはどうなんでしょうね。都道府県 人口の、えー、多い少ないということを加味したとしてもやはり、まあ、多いんでしょうねこれはねで大阪府が1996人埼玉県1902人、まあ、東京は人口は多いですけどこのワースト3に入っていないというのは、まあ、若い人を中心とした町だということなのでしょうけれどもねでまあいじめの各地件数とかもそうですけれど こういういそのネガティブな数字が多いっていうことが必ずしも悪いことではないいじめが隠されていて届けられていないからいじめの各地件数が少ないとなるとそれは本来報告されるべきことが出てないということですからまあその行方不明になったって言ってまあ行方不明になった人がほんまにずっと行方不明になってるんじゃなくてまあその日のうちに見つかったりとかして結局 この届け出の中で事故で亡くなった人は491人ということですのでそれでまあ行方不明になった場合うちのおじいちゃんおとおばあちゃんお父さんお母さんが亡くなる可能性はどうのという短絡的な計算はもちろんできないでしょうけれどま兵庫県はえそういうまあ認知症にかかったあお年寄りが多いのか出ていく環境にあるのかその辺のその 都道府県の分析というのはよくわからない、あるいはまあ気軽に警察に頼めるということなのかもしれないですし、えー、企業などと連携し行方不明者の特徴を広く知らせるなど早期発見に向けた取り組みを進めているということなので、まあ、これはあの人数として今後お年寄りの数が増えていく中で増えていかざるを得ないことだと思います。で必ずしもその えー、携帯電話を持ってそれを、えー、ウエストバッグなり何な,なりに入れてっていうことも認知症の症状の中で、えー、必ずしもするかどうかわからへんそれはもう寝脇きのままとかあ裸足のまま出ていく人もあったりするというふうに聞きますのでただ、えー、その GPS であるとか何とかっていうようなこと、まあ、そのあ足場のように、えー、ね、えー GPS をつけておくとかっていうことがあ人権上どうなんだとかっていうことはありますけれどもうーんその、ね、こういうこと1回あると、まあ、本当の原因はただ認知症でわけ分からなくなって出ていったっていうんではなくって例えば例えばその幼稚園に迎えに行かなあかん。 えー、ちょうどご主人と別れて生き別れて死に別れて、えー、大変な時に自分も仕事をしながら行かなあかんのやけども長男があ幼稚園に行ってる保育園行ってるそれを迎えに行かなあかんその時間が3時なんやってなった時に3時がなったら出ていくみたいなその,その人の,その人生の物語の中で。 出て行かざるを得ない状況それを抱えて何十年も生きてきたっていう状況があったりもするみたいなのでただ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 ボケたボケ老人ボケ老人っていう言い方は今はしませんけどもボケたおじいちゃんおばあちゃんが、うん、ただただ私たちの言うことを聞かずに出ていってるっていうことではない場合もあるしかしまあそれをわりにすっと見つける方法、うん、その最近その110番通報や119番通報で えーね、もうスマホ持ってる前提で写真撮って動画撮ってこうですということを言ってで場所もどこか分からへんということなくそ,その現場へ迎えるような仕組みができつつあるように、えー、何かでそしてその周りの人のいい意味のおせっかいも含めてですね、えー まままあまあまあマイナンバーカードとかがそんなところでなんかやられるとなんかねおさんくさい感じはしますけれども行方が分からなくなったっていう人がまあもっと簡単に見つかる心配する時間が短くて済むようななんかそういうサービスーね。 えー、象印が毎日ポッと使われてたそれでのお知らせが行くサービスが見守りのやつがあったりするような何かうんそんなんないんかなだかまあ誰か考えてあるんやと思うんですけどね、えー、9時10分でございますさてえー、と「タイタニック」 6号が沈没したその残骸を見に行くツアーというもの自体に、まあ、僕はまあ深海に行かせてあげるでって言われて3,500万はよう出さへんけどでもまあまあ結構70万80万するツアーは、えーね、回帰日食を見に行ったり無重力のフライトをしたりというようなことで、えー、好きなタイプでは あるのですけれどもですね、うんえー、その目的地が人が大勢亡くなったその現場、うーんそこを覗きに行こうという感覚はまあ僕にはないんだけど、まあ、5人乗って行きはりました。で いやもうあん,あんなに乗るのは自殺するなもんやみたいなことを今事故が起こったところで書く人の神経も僕にはようわからないんですけどもね、えーえー、何らかの要因で物理的なその圧力なのか金属疲労によるものなのかまだあの船体が上がってないのでわかんないですけれどもどうももう壊れてしまって中で。 言うたってもうそらね何百気圧というような圧力の中ですからひとたまりもないですわねだから酸素が酸素の残りがあと何時間分やとかどうもあの音が出てたっていう音波を感知したっていうことを昨日お伝えしましたがこれはまあ全く別のものであったようであるということですねまあ,まあそ,れそれも致し方ないことだとは思いますまあえー ね、亡くなってしまったっていうことのようなのでその事実自体は、まあ、あの主催した側の責任の問題になって裁判とかにはなるんでしょうけれどまあまあそも,そもそもそれを観光にするっちゅうところのセンスがまあ僕にはちょっと分からないですけれど、うん、あとまああと、まあ、から「あんなツアーは」っていう記事が出てくるのはまあ僕はなんか気持ち悪いですけども、えー、何らかの あの理由が複数複数結びついてまた,ただ例えば単純にえ窓のところが圧力に耐えかね水圧に耐えかねて破壊されてそれであっという間にもう空気が出てしまって中の人が押しつぶされてしまってえまさか歴史なのかなんなのかっていうことですっていうまあ結果はまあ半年か1年たでは分かるんでしょうけれどその1個だけの原因じゃない。 えー、オペレーションとかメンテナンスとかっていうことも含めた原因、まあ、こ,れこれをどう分析するのかっていうことが、まあ、亡くなった人は別にその原因を追求するために死んでいったわけでも何でもないんで家族の悲しみっていうのもそれとは別の話なんですけど社会としてはまあ飛行機事故もそうですし車の事故もそうですし、えー、そういった 人の命が奪われたり怪我したりっていうことの中から何を学び取れるのかっていうところが、まあ、僕はま関心のあるところですけどもね、はい、9時13分から14分になろうとしていますさて、えー、香港も長いこと行ってないですね えー、一時期、親戚が住んでたこともありますし、仕事でも行きましたし、遊びでも行きましたし、香港返還前には、1、えー、週間ほどね、JRN の特別番組の放送をするのに、n、はい、b s から派遣されて、TBS の支局にもお世話になって、えー、毎日香港からリポートをしたのも、あれはちょうど返還前でしたね、直前でしたね、近いしね。うん 開拓空港っていうね昔のもうすぐオーバーランジでしまう空港ですけれども開拓カーブっていうのがあってこうね、えー、まあまああれはまあみんなねパイロットなら降りられますけれども、うん、あのそういうのも新空港ができてとか、うん、あるいはまあもちろん今ね中国に返還されて一国二制度だって言ってたけども自由の。 香港というものはもう今ないんだということがあったりえ取引先も香港に住んではって Zoom でよく打ち合わせをしたりですねいろいろしとるんですけどとんとこのところ行っておりませんまあコロナもありましたなんと香港国際空港がえコロナ対策というので50万枚分のチケットを買い上げてたらしいですまあまあある種補助金みたいなもんですよね、えー ほんで,でもこれ考えてみたらねすごいと思いますわ。えー,うーん日本で3万8千枚全世界で50万枚の無料チケットを配布するんですね。で、まあ、例えば関空で乗らなあかんのやったら関空の施設利用税とかあるいは燃油サーチャージといって今燃料代が高いからその分負担しなさいやっていうやつ。まあ、あ日本から香港で そんなアホほど高いユーサーチャージじゃないんでしょうけどまあまあ満タイのお金はかかるので全く無料でいけるわけではないんですけども、えー、これがねとなんぼやったかな全部で言うと何百億かぐらいなぐらいって言うんでまあお前が出せるかっていうと出せないんですけど、えー コロナ前香港を訪れる観光客年間5,000万人以上日本が今2,000万人ぐらいで戻ってきたと言っておりますがあんなちっちゃいところで、ねえー、日本よりももっともっと 来てたんですよ世界トップの観光都市だったんですが、まあ、コロナもありました中国の影響もあるでしょう、えー、去年60万人に減ってましたつまり 1%99% いなくなってたわけですねそれは観光客相手に出してた中華料理屋さんもそらもうね、えー、土産物屋さんもさえらいことですわな99%人が来なくなったわけですからほんで なんとかしましょうというので、えっと、なんぼやったかななんぼって書いてたかなどっかに記事に書いてあったと思うけどな。ちょっと出てこいへんな。えで、向こうへ来てもらって、ほんで、プラス、 100香港ドル、日本円で1800円相当の割引クーポンももらえるとまあこれはまあ日本もやり,あのやりましたわなあなんとか割のやつでねでもねこれその行ったら3割上限5000円安くしますとかまあ日本のやり方ってあんなんでしたよん、ね、ですごく混乱もしましたやん、ね、県によって違いがあったりとか不公平もあるなあいう感じで終わった GoTo あ,のあるいは GoTo もどきのやつでしたけどその消費者のマインドに直接、うん、そのアピールするという意味でね、まあまあまあ、無料の航空券もらったかといって,ってその人が必ずしも行くかどうか分かんないですけどのそ,その辺のそのぶどまりの問題って計算難しいやろうなとイベント屋としては思いますけれど3万8千枚日本で全世界で50万枚も タダで来ててくださいっていっうやつえ、ね、<laughs> そら行ったら飯食いますし土産も買いますしホテルも泊まりますからねこのなんかストレートさというか日本人はなんかもうそういうところをドーンとあんまりしないんですねそのまあまあ前澤さんのお金配りみたいなやつありましたけど いやーこれはすごいですね。でまあまあそれは香港なんて行きたくないもう飛行機なんか乗りたくない海外旅行なんかまっぴらごめんっていう人も中にはいるでしょうけどただでくれはったらそ,それは行ってみようかと思いますよね。1万9800円で向こうで弾丸で行って食うて帰ってくるツアーみたいなもう今ちょっともうない時代ですけどもどこ行ったら配ってるんやろう。 どこいった配ってるんですか東京都内で開催したメディアイベントで、日本向けに用意した3万8 0 0 0万枚以上の往復航空券を26日から提供すると。天録で配らないですかね。さっき誰か来て配ってませんでしたどうん、開けとかなきゃいけませんね。ねえ。 隣からは今月分の請求書です言うてあの <laughs> 自治会の請求書を回ってきますけど <laughs> お対象を持ってきますけどあのまあこれ、ああ天神さんの盆梅店かなんかの無料チケットはくれあったりしますけど <laughs> えいや持ってきてほしいないやこんなんなかなかねお金の使い方としてもうシンプルじゃないですか。 いやそれは不幸へっちゃ、ねえー、渋谷で配ったらなんで新宿で配れへんねんと丸の内でなんで配れへんねんっていうまあそうはあるでしょうけど別にどこで勤めてはる人か来てもらったってかまへんわけですから香港からしたらね3万8000人がただで、まあ、サーチャージとか空港施設利用税とかは払って来てくれはったらそこで、えー、香港エクスプレスに乗って来てくれて、ね、香港航空に乗ってキャセーパシフィックに乗って。 来たら何ぞお金落としていきますわなでまたこうよかいう話になりますわなこんなこんな絵とかあってんとこ,こんなに綺麗になっててんっていう話さあ土産話もしますわなねえええと思いませんなんかすごいなうらやましいなあ行きたいなあ行ってこよう9時21分です。 さて、えー、ロボットがカラオで倒れたという話が <laughs> 出てまして、えー、20日ですから、3日前なんですが、JR 東日本、X えー、クロスステーションフーズカンパニー、JR 東日本クロスステーーションンフーズカンパニー何のこっちゃうく分かりませんが、えーえー、要は駅構内のことをいろいろやるところですね、上野駅の、上野発の夜行列車ではないですね、11番12番線。 11番線、12番線、まもなくセルフ式駅そば実証実験店舗がオープンいたします。セルフ駅そばというお店をオープンいたしました。まあ、言っても駅そばですから、まあ、ワンオペはしんどいでしょうけれど、まあ、2人でやってるところもよく見ますし、しかしそんな1人、2人、3人の人でもなかなか集めるのが大変だと。ならばロボットでやってしまえというので。 えー、アメリカのフードテックベンチャー、妖怪エクスプレスの自動調理販売機を使っております。すでに羽田空港にも設置されていて、ここではラーメンの販売を行っているそうなんですね。で、駅の比較的広い11番線、12番線のホームの真ん中のところに、えー、セルフ駅そばという文字がございまして。えー えー、自動でおそばが出てきます妖怪の仕業いえいえ実はロボットが作っているのですというポスターがありましたしかしもうしまっておりましたお客様各位本日はご来店いただき誠にありがとうございます本日妖怪自動販売機不具合によるメンテナンスのため休業させていただきますもともと朝から、えー、朝6時から23時 土曜日とかは22時30分、えー、日曜祝日は6時半から22時まで販売をする予定でございましたが、もうその日で大人気でありまして、な、えー、くなり次第終了という売り切れごめん、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどね、売り切れてしまったら仕方がないんですが、思ったよりも多くの人が面白いって言ってお店に来たようです。なので オープンの翌日になくなり次第終了となりそして機能になりまして2日目になりましてもう機械が動かなくなりましたメンテナンスをしないといけなくなりましたというのであまりの人気に過労で倒れたというロボット人手不足を解消するために人間が過労にならないようにロボットを導入したところそのロボットが大人気でロボットが過労で倒れてしまったということだそうでございます。 働き方改革が叫ばれている世の中だからこそロボットといえども適度な休みが必要だとこの記事は書いております <laughs> 外食産業の人手不足解消のための実証実験であったにもかかわらずそのロボットが過労で倒れてしまったとセルフエキソバえ、序盤戦のホームにあったようでございますねええ、頑張れロボット 君の作るそばを食べられる日を楽しみに待っているぞ。と <laughs>、この記事は書いてあります。うんはい、上野の労働基準監督署が、ロボットへの働き、働かせすぎを問題にするのか、どうなのか、えー。ロケットニュース二十四からのお話でございました。時刻は九時二十四分から二十五分になろうとしております。うん ク、えー、モさんは過労死はいたしません。なぜなら自分で勝手に働いているからでございます。過労死というのは働かさせ、働かされて、えー、いやいやながら働いてなってしまうのが過労、過労ですね。はい。えー、私は疲れております。はい、えー。疲労死はするかもしれません。ひょっとすると配信中にぽっくりいってしまうかもしれません。それはまあ浜村さんたちの思っていることでしょう。 ね、本番中にぽっくりと、えー、田原総一郎さんもそのようにおっしゃってました周りはお願いですからそんな迷惑な死に方はしないでくださいというふうに言っているわけでありますが本人はその時十分でございますねえー、ええー、えさんは,あとはどうなるか分かりません、えー、どうなるか分かりませんけれども、えー、今日もこんなことを取り上げました岡田監督一問一答の一問一答じゃないんですがえっ、ー、と 交流戦が終わりまして横浜へ参りました、まあ、本来横浜は横浜銀行と言い,いましてもうお得意さんでございましたもうねえ場、ー、外ホームランも打ちますしもう何歩でも貯金させてくれるというはずのところだったんですが去年からなんと10連敗これだけ好調だった、まあ、交流戦こそ結局最後敗れてしまって借金3という結果ではありましたけれどもまあ、あ,あそんなに そんなに心配は我々しておりません。なぜなら岡田監督がちゃんと選手を見て阪神タイガースというチームの中身を変えてくれはったからです。だからそんなに心配はしておりませんが、まあ、ただ、弦の割方向にある弦の割球場であることは否めません。そこを全く、ねえー、無視するわけにはいきません。そこで、ちらっと文句を言いました。長いよな。 4月に横浜に行ったとき、何でしょう、はい、最近、野球場へ行かれる方、例えば甲子園では、1回裏は終わったところで、タイガース選手クイズというのがあります、子どもの頃になりたかったのは何でしょうかみたいな、そんなにやってます回ののにはマスコット対決というのがあります。 でえー、5回終わったところでは「無茶振りアクションを決定戦」というのがありまして、まあ、そんなに無茶振ぶりでもないんですけど素人のお客さんにカメラを向けてですねでなんかその日のテーマのことをやってでもみんなが「へーってやったりとか「へ、え、ぇ、ー」チュってやったりとか「チュー」ってやったりとかそんなんをやるのを抜くっていう、まあ、そんな短いコンテンツがございます。 ラッキーセブンは風船こそ飛ばしませんけど、パンパカパパンパカパ,パンパパン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 って言って、まああね、ロケット風船の形をした、えー、タオルを振り回したりしてる。まあ、そんなもんなんです。しかし、横浜球場はなんと1回裏終了時に、ジャンプウィズマイドリームズ横浜、はい、グローブのプレゼント。あ、そうですか。2回の表と4回の表を終了した時には、 ハトサブレープレゼンツベイスマイルショットというのがございますハ、はい。ハトサブレーと言ってくださいね。ハトサブレーは間違いです。ハトサブレーでございます。はい、2回裏終了後にはズバーンナイスピッチングというそして3回の裏には三菱電機プレゼンツドッカーンフライキャッチというのがございます。えー、4回裏終了時には ハイセンスハマスターバトル、はい、5回裏終了後ショーザブルー五5回裏終了後今さっきのショーザブルーは5回表終了後時そして5回裏終了時にはアットホームプレゼンツダンスコンテスト六6回裏終了時は大声出そうぜ Make some noise そして7回表終了時にはラッキーセブン多いと長いとねえ ペースつかまれへんと、あれ、待ってる時間長いで、ちょっと拍子抜けするよな、ということを言っております。まあ、和田監督がこう言ったからと言って、えー、あのー、ね、どうしてもないんですけど、今日はどうですか、サンテレビがやってくれるんですかね、えー、どんなぐらい長いのかというのも、まあ、皆さん、確認をしていただければと。 思いますね。今日あテレビ放送は NHK 総合がやりますね。はい。であ BS TBS もやります。えー、そして TVK テレビ神奈川もやってくれるということでございます。いよいよ交流戦が終わりまして、また阪神タイガースの快進撃が。 続くことを期待しております以上長官チェックヘッドラインについてお話をしてまいりました時刻は9時30分に今なったところです、えー、現在どのぐらいの方にご覧いただいておりますでしょうかはい えー、ありがとうございます。272億人から262億人に10億人減ってしまいました高評価が134万人ポチッと高評価をよろしくお願いいたします。えー、と就活イベントのご案内をさせていただきますツイッターで昨日つぶやきましたところいきますよと言っ,て言っていただいた方もございますありがとうございます。 就活は就活でもエンディングの就活ではなく1週2週回るその就活、登録商標だそうでございますが、この就活を応援してらっしゃる皆さんのご縁を頂戴いたしまして、先般行ってまいりました、新長田駅から歩いて、そうですね、6、7分ぐらいのところでしょうか、10分かかりません。 えー、昔の小学校だったところ双葉学者というふうになっておりまして、えー、国道を渡って南側へ行くんですけれども、えー、そこの教室を使って9月の10日でございます就活セミナー久保さんのお話をさせていただきます生前ビデオをやり始めてちょっと自分の葬式っちうものを考えませんかと最後の挨拶自分でするっていうのはどういうことでしょうかというようなお話をですねなんと。 若い時の写真使ってますね、小野さんね、えーえー。今よりも髪の毛がちょっと多い感じでございますが、9月10日の午前10時からとなっております。参、え、加、ー、50人、まあ、教室、ちょっと広めの教室なんで、50人入れます。双葉学者という場所、そこでのお申し込みとなっておりますので、ちゃんと書いてありますがね、こちらでございます。まだこの時間、あもう9時半回ってますから大丈夫ですよね。はい お電話でお申し込みくださいませ078646-8128あるいはファックスでお名前とか書いていただきましてこちらはスマ就活連絡協議会でございます078747-0592がファックス番号電話でのお申し込みは えー、078646の8128番となっておりますちょっと先の日程でまだ分からへんわでもは逆に言うと先の日程なんで9月10日大抵空いてると思います今9月10日にもうこの,この日に何か用事があんねんという方はよほど忙しい方だと思いますんで、えー、どうぞお申し込みしておいてくださいませお願いいたしますでは 今今朝朝のの一一言言に参りましょう今朝の一言はこちらですなぜこんなおかしいことが起きるのか安倍元総理大臣を暗殺した山上徹也被告のおじさん元弁護士山上統一郎さん東洋経済に まあ皆さんもご存じかと思います、あの山上被告のおじさん、お母さんをすぐにかくまった人ですね、えー、山上被告の自施したお父さんのお兄さんにあたりますね、はいえー、が、面会に行くっていう東洋経済オンラインに記事が出ておりました。 7月8日が事件でしたからまもなく1年になろうとしておりますで、まあ、メディアがどういうものなのか家族としてどう振る舞えばいいのかおじさんとして、まあ、子供の頃で、ね、自分のお父さんが自殺してしまってっていうその境遇の中で打ち来るかって言ったりとか、えー、山上被告自身も保険金を使ってもらおうと思って自殺未遂をしたりとか。 お兄さんも自殺してしまったとかっていう、まあ、家族環境がありましたもちろん、えー、統一教会の話もあるんですけどでまあいろんな影響を受けないうちにお母さんを家にとりあえずタクシーで連れてきてもらってでかくまってマスコミからも遮断してで検察警察検察の 事情聴取を受けてもらってまあその後やっぱりその統一教会と見られる人たちとの接触からお母さんの言い分がこう変わっていったりするっていうねまあ自分が弁護士やってはったんでできるだけプレーンなクリーンな状態で事情を聞くっていうことの大切さとか分かってはるんでそういう動きをしてきてはった人なんですよ。でこの人が 裁判始まるまで面会するのやめとこうと思ってたんだけど、ちょっと面会しに行ってくるっていうふうに言い出しています。でそれが何なのかっていうお話なんです。今日のところはね。で、先日後半前手続き。 が行われえどういうことを裁判で話をしましょうかというのを事前に打ち合わせするまあそれは両方とも本人が来なくても代理人というか弁護士が出てきてこういう論点がありますねうちはこういうことを主張しようと思ってますそれだったらこういう証拠が必要ですねいやそれをこうしましょうああしましょうっていう実務的な打ち合わせを裁判所と訴えたが訴えられた側がしますでそこに山上被告も来るって言ってたっていう話があって。 ででそれが来るって言ってたのにもかかわらず原刑を求めるその署名が届いてなぜか分からへんけど金属探知機が反応して、えー、爆発物かもしらへんというようなことからですね、えー、その手続きが中止になってしまったというところまでで本人が何で出ようとしてたのかっていうところまでは僕も疑問に思ってたんですが、えー、おじさんであるこの山上統一郎さんはちょっとおかしいと。 漏、えー、れ伝わる話というのは、まあ、当然その面会をすりゃ本人の話と本人と話することができるんですけど結局うー,コーチしている側取り調べている側から自分らの都合のえことがリークされてくるわけですよね。自分らに都合の悪いこと政治の側が都合悪いことっていうのをどんどん出してくるはずもないので,で、えー、今法律の勉強をしようとしているとか。 刑事訴訟法のその手続きの勉強をしているという話が漏れ伝わってきてでその後半前手続きに本人が「混んでもええのにプロに任しといたらのに本人が行く」って言ったそれなんで行くって言ったのか行くようにそそのかされてんのか。 その方がええでっていうふうに誘導されてんのかさっきのそのアマゾンじゃないですがこうねえプライムに入った方がいいですよっていうことをさんざん「いいですよいいですよいいですよああいいですね入りましたか」え「出る?」「出る出る出る」出るって別のコンピューター会社ですよああああやめるっていうことですえや,やめるっていう言葉の意味はご存知ですかやめる いやいや読めたいならばこれをちょっとまず読んでください全部理解しあれましたかこれ長いですよ全部読みましたか理解しましたじゃックリックはいえしかしその大会っておっしゃいますけどえー、みたいなまあにねいやあるじゃないですかさっき話ややこしになりましたけど、えー、そうやって山上がいろいろこんなことを勉強してるとか行くとか何やいろいろ言ってることがどうも怪しいと弁護士たちの直感の中で 本人が果たしてそう思ってるのかそういうふうにし向けられてるのかちょっと直接会うて聞いてみるって言った記事が今東洋経済に出てたんでまあ、間もなく1年になりますので振り返りの記事っていうのは今後たくさん出ると思いますたくさん出ると思いますし、まあ、新聞記者も放送記者も一生懸命取材しようとしてるんだと思いますがあ所詮 所詮本人において話を聞くということじゃなくて周りの人が言ってることの自分らの結論に合うことをだけをつまみ食いするのが記者の仕事ですからでしかも出てくるその公のとこから出てくる情報は公がこれは言ってもええぞっていうことしか出てこないですから本当に都合の悪いことは隠そうとしますのでそんな中で7月8日の記事が今準備されていっているところで。 当人と直接血のつながりもある背景も分かっているそして弁護士としての知識や経験もあるこのおじさんが何を聞いてきてどういうことを言うのかということについて一般的な記事を読むだけではなくて気にしといた方がええなと私が思っているという独り言を言わせていただきました。以上長官チェック というお話でございました今日もご視聴誠にありがとうございました256億人の方にご覧いただきました142万いいねどうぞポチッと高評価をお願いいたしますでは今日はこの後私は京都へ行きまして京都の木原病院の木原先生というですね 首の手術をする先生でありまして、何度かお話しさせてもらっているかと思います。あのラジオの時にもお話しさせてもらいました。ちょっと怖いんで、さすがに手術の撮影は僕はよう入れへんかったんで、うちのスタッフにやってもらいました。けれども、えー、その腰が悪いとか、いろんなところは実は。実は実は首この姿勢に問題があるんですよと。ともう今もうパソコンで来ないなってで、スマホを見て来ないなって。 困難してるのはもうとっても人間にとってよくなない姿勢なんですでそうなんなのでずっとゲームしたりとかもうポチ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 打ってたりとか見てたりとかとってもよくないで首が原因となってのいろんな体の不調っていうのはありますよとどうぞ気をつけてくださいそして、えー、実は他のところでしびれが出てたりとかするのも実は首のところを、まあ、手術やからさ怖いっちゃ怖いと思われるでしょうけどそこを そこを直したらすっと「えもうゴルフできるようになったとかそんな人がいっぱいいますよっていう木原先生なんですねもともと大津の新病院で外科部長をされててその頃からのお付き合いなんですが今京都の駅の近くで、えー、開業されておりまして、えー、その関係がございまして行かせていただきます。えー、またたた世ののめめ人のため対談シリーズで、えー 先生の話をはあ,あと、えー、<laughs> お知らせすることといいますとこちらでございますね、はい、もう1個だけすみません、えー、っとこちらあ大人の修学旅行はあこちらでございますはい津軽海峡は秋景色11月の24日からの3泊4日となっておりますのでそちらもどうぞお楽しみに。 では、また明日、インジャンをしてお別れすることにいたしましょう。参、ま、ります。また明日、インジャングー。今日もご視聴ありがとうございました。良い一日になりますように。